疲れ様です。お疲れ様です。いやすごい重厚感あって、なんか先進的な建物なんですね。早速行きましょう。今回阿部さんが訪れたのは広島市南区にある熊平製作所。部外者の侵入を防ぐセキュリティゲートの開発や製造で国内シェアのトップを走っています。最初の名前が、はい、熊平製作所というんですが、はい、覚えてますか？もちろんです、もちろんです。セキュリティの遡ること2週間前、阿部さんは番組の中で人の顔を識別するセキュリティゲートを見てこうコメントしていました。かなり速いスピードでこう認識されてましたけど、あれですか、僕と竹野内豊さんこう間違わないかなと心配だったんですけど、すごいですね。このゲートの開発に携わったのが熊平製作所でした。熊平製作所のニュースを見て、はい、さんコメントされてるんですよ。あれですね、竹野内豊の下り今日は熊平製作所に竹野内豊と間違えないかということで、はい、取材の趣旨賛同いただいています。それ言ったんですか？言いましたそれじゃあぜひぜひってことで、もうそれはもう見分けつかないんじゃないか、機械でも。発言に揺るぎのない阿部さん。こんにちは、竹野内豊です。阿部です、よろしくお願いします。こちらのコードをお渡しいたしますので、はい、ならば広島が誇るセキュリティゲートを阿部さんに直接確かめてもらうしかなさそうです。覇気阿部智弘の追跡。水族館のなんか、おい、なにこんな粋な計らい。建物内のショールームに足を踏み入れると幻想的な空間が広がっていました。阿部さん、長い案内です。おこちらへお進みください。はいはいはい、行きます、そのまま行きます。はいはいはい、行き止まりですこれ暗闇の向こうには熊平製作所自慢のゲートがずらっと並んでいます。すげえ。熊平製作所の辰間照史さんが案内をしてくれました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。熊平製作所で作ってる、まあ言ったらもう商品ってことですか？そうです。すごい。あらゆる場面を想定し作られたゲートに阿部さんも興味津々です。本当にやりますよ僕、はい、結構筋トレしてますからね、はい、無理ですまだいけます。今はもう6かかってます、はい、これはもうルパンも通れん。およそ20年前からセキュリティゲートを開発するようになった熊平製作所。スタイリッシュなデザインと機能性の高さで国内シェアトップに上り詰めました。ちなみに TSS 本社のセキュリティゲートも熊平製作所製です。ニュースで見たゲートどれか分かりますか？はい、多分なんです。これじゃないです。違う。それですか？これ合ってます、はい、これが AI 顔認証モバイルゲート。最新の高速通信技術などを活用し、事前に登録した顔写真と通ろうとする人の顔が合っているか AI カメラが瞬時に見分け情報を反映する仕組みです。では今回の本題に参りましょう。竹野内豊さんご本人に登場いただくのは難しいので。難しいんかい今日は熊平製作所一ダンディーな社員さんに来ていただきました。はい、お願いします。登場したのは大人の渋みがある熊平製作所の仏原隆さん。竹野内さん本人で識別することは難しいため、共通点がダンディーなこの2人をゲートが識別できるか検証します。
いやもうあのダンディであの入ってきた瞬間、やめてください。これはちょっと対抗馬が出てきたなと焦りを感じましたけど、勘弁します。早速いきますか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、では、はい、お願いします。じゃあ僕行きますよ、僕行きますよ。はい、ダメでした。これ早、しかも早いですね、センサーが。何度通ろうとしても結果は同じ。安倍さんはゲートに弾かれてしまいました。安倍さんも通りたくないですか。通りたい、ね、全然さっきから全くこっちも通れてないし、ちょっと通らせてほしい。タブレットかスマートフォンで写真を撮ると1分足らずでサーバー上に通れる人として記憶されます。もう大丈夫ですか。はい、通れると思う。じゃあちょっと早速いきますよ。いきます。めちゃくちゃ気持ちいい。会社だったり、はい、そういう企業で置くともうパスも必要ないし、顔だけ最初取れば、ね、はい、もうそのまま。そうですね、先ほどあのカードでこちらのゲートは通りましたけど、はい、もう顔だけで通れるようになると。めちゃくちゃ便利な時代になってますね、はい。ちょっとこうなんかお酒で飲みすぎて前夜に顔パンパンになったとか目がもうむくみまくったとかでも、はい、大丈夫です。いけるんですね、はい。試しに目を閉じて通っても安倍さんと認識しゲートが開きました。骨格とかも全て含めてってことですね。こんなにいっぱいあるとか思わず、いろんなこうまたバリエーションで作って、でいろんなこの場所にもフィットするような本当にあのデザイン性もあって本当に驚きました。竹野内豊どうこう言ってちょっとこうもしかしたら本当にいけるんじゃないかとか淡い期待を抱いてきたんですけど、すみませんでしたっていう、すみませんでした。大丈夫です。